今日は県内で新たに207人の感染が明らかになりました内訳は新潟市が74人そして新潟市以外の市町村が133人ということです これで、先月の十三日から数えますと、十九日連続で、前の週の同じ曜日を下回っていることになります。そして、昨日までの一週間を振り返りますと、二十七日に五百七十一人。この日が最も多かったんですが、昨日、日曜日は二百二十三人と三百人を切っているような状況です。三百人を切るのは、三月の二十二日以来ということですから、徐々に少なくなってきているのがわかります。 累計の感染者数は、六万千百五十人。そして、亡くなった方は、これまでに九十一人です。では、今日の新潟市の発表から詳しく見ていきましょう。新潟市、今日は七十四人の感染が分かりましたが、うち二十六人は感染経路がまだ分かっていません。区ごとに見ていきますと、中央区が十二人、西区十六人、東区十二人、北区四人、南区十三人、秋葉区八人。 江南区2人、西関区6人、そして調査中の方も1人いらっしゃいますそして症状は無症状の方が7人と軽症の方が66人ということでした年代別でも見ていきましょう最も多かったのは実際未満です、19人でした10代とそして20代が11人、30代8人、40代11人ここまでが2桁の感染となっています 続いて新潟市の集団感染についてですが新たな今日の発表はありませんでしたただ2つのグループで追加での発表がありますまず大学関連で新たに3人累計で301人のグループとなっていますそして小学校関連で新たに1人累計25人のグループとなりましたでは続いて新潟市以外の市町村の状況を見ていきます 新潟市以外ですと、百三十三人の発表がありましたが、感染経路不明の方は、うち三十三人ということでした。市町村ごとに見ていきましょう。感染の発表がなかった市町村もあるんですが、うん、あるところだけお伝えしていきます。まず、村上市が十七人、柴田市十一人、胎内市六人。そして、五千市が一人、阿賀町二人、三条市十四人、鴨茂市二人、つばめ市三人、田上町一人。 八彦村も一人ということです続いて長岡市から佐渡市です長岡市23人小千谷市5人三つけ市3人魚沼市3人十日町市4人柏崎市も4人上越市28人妙高市2人糸魚川市3人3人ということでしたそして症状は全員軽症または無症状ということがわかっています 続いて集団感染失礼しました年代別でも見ていきましょう実際未満がやはり最も多いですね29人です10代は26人20代は12人30代は21人40代は26人とやはり若い世代で二桁台が見られます続いて集団感染についてです今日は2つ新たな発表がありました まず柴田保健所管内の小中学校関連で6人のグループ、そして上越保健所管内の企業関連で累計8人のグループだということです。では続いて全国の昨日の状況も見てみます。全国の昨日の新規感染者数は2 6960人、そして亡くなった方は34人でした。重症者数は6日連続200人を下回っていまして164人です。 では都道府県ごとにも見ていきますまずは東京都昨日は3161人ということだったんですが20日連続で前の週の同じ曜日を下回っているそうですえそして首都圏で見てみますと埼玉は1200人人 1202人そして神奈川は1930人千葉は1023人ということです同じ関東では栃木県昨日は実0歳未満の女の子が亡くなったということが発表されました色素疾患はなかったということですでは関西の方にも目を向けてみましょう大阪府2日ぶりに2000人を超えまして2253人となっています